曲に行く前に少し告知をさせてください。あと告知というかお知らせをさせてください。あと今やっているミオの10人会でやっているスペシャルコンテンツに私もオリジナル曲で参加させていただいていて、その内容は6組のアーティストさんのオリジナル曲とアートのコラボっていう内容で、私も今見に行ってきたんですけど、もうすごく素敵で、オリジナル曲にアート、絵とかをつけてもらうっていうのも初めてだったので、めっちゃ感動しました。まだ行ってないよって方は、4時までやっているので、よかったらそちらも行ってみてください。次の曲は、オリジナル曲で勇気と未来という曲を歌います。学校に行きたくても行けない子たちがいると思います。私もそうでした。そういう子たちに自分のペースでゆっくり進めばいいんだよっていう思いを込めて書きました。私が初めて作詞作曲した曲です。聴いてください。ゆうきと未来。Thank you.
んですけど、マイクの外側の調子が悪かったみたいで何回も触ってしまいました。ごめんなさい。